皆さんこんにちは。皆様に、ここでご報告がございます。私がお酒をやめてから今日で506日目ということになりました。中途半端な記念日ですが、やめてることを忘れるくらい忘れておりました。今バカラのグラスで飲んでいるのはリンゴ酢でございます。晩酌ならぬ、晩酌とでも言いましょうか。私は毎晩このようにリンゴ酢を飲んで過ごしております。このバカラのグラスは結婚祝いに友人からもらったもので、もちろん最初はウイスキーなどを飲んでおりましたが、今や、リンゴ酢ロックで飲んでいるという形になっております。今禁酒アプリでこれまでの記録を、確認しておりました。我慢した純アルコール量 25,300g、 避けられたカロリー 179,630kcal、 節約できた金額 506,000円というふうになっております。これはあくまで目安ということでしょうが、ちょっとやはりリンゴ酢ロックはなかなかきます。今日このように皆様にご報告するということで、少し背伸びをしてハードボイルドな一面をお届けいたしました。いつもは炭酸水で割ってます。お酒をやめてよかったことというのは、いくつかありますが、このように夜時間が、できたということはかなり大きい。やはり、ロックはちょっとやめといた方がいいかもしれません。炭酸水で割ることを、お勧めいたします。あとちょっとメイちゃんが何もない場所に向かって吠え始めました。こういうのはとても怖い感じになるので、ちょっとオスを進めてみますが、何かいるのでしょうか。あとすごい勢いで吠え始めてしまいました。というわけでチャンネル登録といいねよろしくお願いいたします。